き一歩。三歩進んで二歩下がる。今日もいろんな曲をお届けいたします。乗った。でございます。グッチョキパでグッチョキパで何作ろう何作ろう、右手はグーで左手もグーで、お尻お尻、グッチョキパでグッチョキパで何作ろう何作ろう、右手はチョキで左手もチョキで、カニさんカニカニ、グッチョキパでグッチョキパで何作ろう何作ろう、右手はパーで左手もパーで、チョウチョだチョウチョだチョウチョ、いろんなチョウチョ、いろんなメダカ、トンボもいろんな種類があります。子供にもいろんな個性があって、みんな違ってみんな良いという金子みすゞさんの言葉にもあります。完璧を求めずに、あら楽しいわね。絵やイラストを共に描いたり、曲のイメージを楽しく想像するピアノレッスンは、子どもたちの考える能力を
育んでくれます。どういうふうに曲を表現すればいいかな？この曲は何をしている様子かな？などとイメージを持ち持たせることはとっても大切になってきます。手遊び歌に楽しく数字の一はなーにおいけんのがちょうがーがーなどと100割る50はなーに数字の2いいねぴょんぴょん数字の100たす10はなーに数字の110ねぴょんぴょんなど楽しく学ぶことも大切です。いろんなことを子どもたちは話してくれますが、ヘビは英語でスネーク、アヒルはダック、ネズミはマウス。ワニはクロコダイ。チョウチョはバタフライ。クマの好物はハチミツ。猫にマタタビ。猫にコバ。猫ジャラシ。お猿の好物はバナナ。よい子の皆さんもいろんなことを、楽しいことを考えてみてね。ハチミツもアカシアハチミツ、レンゲハチミツ、いろんなハチミツがありますね。アリたちもせっせせっせとお菓子や食べ物を女王アリのもとへ運んでいきます。みんなも優しく楽しく面白く適度にリラックスして歌いながら弾いてみてね。願いましては100割る20は5、願いまして1000とす100は1100、そろばんは斧が有名でございます。カバンといえば豊岡、お好み焼きで有名なのは大阪府、もしくはもみじまんじゅうといえば広島。りんごといえば青森。ご当地クイズに首都クイズ、首都当てクイズ、いろんなためになることもたくさん学べますのだ。それではまた。